はい、どうも、こんにちは。今回、デトロイトビカムヒューマン追加やっていこうかなと思います。前回は、ざっと言うと、マーカスとカーラとコナーが一堂に会しました。ジェリコというね、一つの舞台にね、あの三人がね、集ったんだよ。で、俺がいろいろ選択して、なんだかんだね、コナーもね、どっちかっていうとマーカス側にね、なるルートを選びました、俺は。とりあえず一周目はね、で、まだ逃走劇が続いてるから、とりあえず続きやっていこうかなと思います。行くぞ、マーカス。爆破させるぞ。出る、やめるタイム。早く早く早く、マーカス、おじさんおじさん。どっちどっち、見えないもん。いや、これは無理。やめたほうがいい。絶対やめたほうがいい。あ、ジェリコってそっか、全体のことね。いや、これは、もう仕方ないんだよ。ちょ、マーカス、マーカス、どっち、マーカス。こっち？なんかある。マーカス、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 マーカス。うわー、いるいるいる。バレる、バレる。登る？いや、何これ。いや、登るでしょう。ちょっと待って。マーカス、頑張れ、マーカス。マーカス、頑張れ。マーカス、マーカス。何これ、何するの、マーカス。マーカス、何するの、マーカス。これ俺分かってない。マーカス。別のルート？何、別のルートって。何これ、別のルートって。こっち。下に行ける、ちゃんと下に行ける。いいじゃん、ちゃんと行けてる、ちゃんと行けてる。ジョシュア、お前当たり前だろ。ジョシュア助けるよ。当たり前だろ。ボタン。ジョシュも協力しろよ、早く。急げ、こっちだ。脳死を探せ、すぐに行く。かっこいい。カーラ？か、あ、助かった。走れ。カーラ。いや、逃げる。逃げろ、カーラ。俺、連打したって今。バレる。それはバレる。それはバレるっていう。ごめんって、連打のノリでやっちゃった。連打のノリでやっちゃったもん、今。もう。動かない。ちょっと、やり直すよ、そんなんでたら。アリス、目開けんなって、アリス。来た。そんな目パチパチさせたらダメじゃない？目パチパチしてた今。アリス、目パチパチしてたけど大丈夫？怖い怖い怖い。早くない？立ち上がるの早くない？大丈夫？カーラ？カーラ来たよ。カーラ逃げれたし、これ。カーラ逃げたぞ。 みんなカーラ逃げたぞ。あ、着いた。爆発室。ってなるよね。知ってた、知ってた。おい、雑魚がよ。雑魚が、おい。かかってこいよ。あ、危ね。ミスった、今。普通にミスったわ。集中しろ、集中しろ、集中しろ、集中しろ。笑うな、笑うな。集中。ガチガチ、これ笑っちゃダメ。ガチガチ、ガチだから。本気で。てかさ、コナーもさ、来いよ、コナーとかさ、仲間も。銃捨てんなって、持っとけって一応。ああ、ノース。仲間揃ってる。
やったー。危ない危ないよ。集中して集中して集中して、笑っちゃダメ。集中して集中して、笑うとこじゃない。ああノース、なんでなんでなんで誰かしらみんな撃たれるの。ノースのことはもう諦めろ。これ間に合わないの。え、分かってない。マーカス行くぞ。なんで足元撃たれんのよ、みんな揃って。貨物室で爆弾が爆発しました。船が沈んでいます。全員脱出させろ。なんでみんな足元撃たれんの。船から脱出せよ。これで終わりじゃないぞ。多分ね、ノース食ったらあれなんだよ。ノースと臨終エンドなんだよ、多分。そう。ノース救って多分ね、救いきれるゲームじゃないと思う、これは。ノースと臨終エンドだと思う。コナー？カーラ？あー、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。めっちゃある、めっちゃある。マーカス？ノース、もうせっかくいい感じだったのに。あ、いや、あるぞ。これちょ、待って、これ。これあったのか？もしかしてノースが一緒に飛び降りるもん。あ、ここの画像。マジか。やり直させてください。お願いします。これはちょっとね、やり直させて。ちょっと。これはコナー、何これ。コナー別に特に何もなかったぞ、あいつ。ん？あ、なんかいっぱいある、ここまでで。ジェリコ襲撃。え、ジェリコ襲撃してからコナーがなんかすることもあったんだ。へえ、マジか。コナー一回も操作なかったけどね。一回もコナーの操作なかったけど。え、これさ、ちょっとノース救えるかどうか試していいかな。ちょ、それだけ見ていい？ちょ、ここでちょっと一旦、じゃあさ、一旦、ちょ、それだけ見ていい？ごめん、それだけ、ちょっとさ、ノース救えたならさ、ノース救えるならノース救えて終わりたいじゃん。ね？ノース以外がさ、結局生き残って、エンドを俺は選んでるわけだから、だったらもうノースも救いたいじゃん。だからごめん、ちょっと飛ばすわ。ルーサーが死んでしまった。彼はとても、うわ、特別な人でした。やめてよ、やめてって。ちょっとカラとアリスは彼なしで旅を続けることに。やめてよ、ちょっと。え、ノースは言わない。ルーサーは死ぬ。あ、ルーサー見ればよかった。コンティニューじゃない。コンティニューじゃないって。え、ルーサールーサー救えた？もしかして。ルーサー救えたのかな？いや、これだってさ、救う救わないって結局そういうことなんだよ。まあ、このゲームの性質上、救っても、救ったパターン選んでも、丸とか×とかミスらなかったら多分救えるかもしんないんだけど。マジか。ルーサーも救えんのかよ。いや、ルーサー救えんなら救おうや。で、ルーサー救えんなら救おう。魂ヌール、あ、これ今からか。ちょ、ルーサー救えんなら救おう。ちょマジ、いやー、これ、いやー、でも多分そうだよね。ルーサー救ってたら多分死んだふりとかもなかったよ、多分。すでに一人が命を失いました。やめてって。もっと慎重に。慎重になったけ、ストーリーチャートにアクセスし、急に変えんなよ、こういう声色。慎重にいった結果が犠牲が生まれてんだよ、俺は。どれ、これか。あ、もうそんな、ああ、こっから。いやー、もう、
か、の、救えんのかな。2階アリスの持ち物、アリスを抱きしめる、抱きしめる、カーラとアリス、ルーサーとはルート、ルーサーを撃たれる。あ、いやでもほら、ルーサーを置いていかなかったらほら、終わるもん、ここで。いや、そっか、ルーサーを置いていかなくても、ここから左上に分岐すれば、ちょっと待って。まあ、一周目これで行くか。多分だけど、途中どのルート通っても、多分、エンディングはこれなんだよ。絶対に。エンディングは絶対ここになるんだよ。この3人が集うっていうエンディングを迎えるんだよ。絶対に。それだったら、そっちのための宿題として残しておこうか。ルーサーとノースは。そっちの方がいいか。一周目。一周目の失敗として、焼き付けるか。待って。何？本当にこのまま続けますか？もしかしたら、そのままにしておく方がいいのかも。何よ。いやいや、ダメ？俺が一回チャプター選択に戻ったからダメなの？俺が一回チャプター選択に戻ったからこれ出てきた。いや、続けるよ。そうですか。やらせてください。え？そんな焦りある？いやー、次救おう。次、ノースとルーサー救うわ。まあ、ノースとルーサー救うのが、まあ、2周目、もしかしたら生放送でやるんだけど、まあ、それで収まるかわかんないけどね。もしかしたら、途中の選択肢とか変わったりとかして、ルーサーとかノースを選ぶこともなくなるのかもしんないけど、まあ、これは、課題として、残そうや。マーカス。どこ行くの？何ここ？カナダ？国境なき、なんとかかんとか。カールに会う？え？あ、え？家に帰ってきたってこと？え？マーカス家に。え、マーカス帰ってきたの？どういうこと？どういうこと？あんだけわちゃわちゃしてた後に、カールのとこに来たんだ。え？お帰りなさい、マーカスっていいね。なんか。いる？おじさん。なんかあるよ。何？なんでマーカス帰ってきたの逆に。え、マーカスはさ、あれじゃないの？カナダに行かなくていいの？マーカスは国境なきとこに行かないの？マーカスのゴールはここなの？あ、マーカスは解体が残ってる。なんだっけ、囚人とアイデンティティだっけ。囚人とアイデンティティだっけ。俺が描いた絵。ここにはいなかったか。いやー、マーカスこっちに来るんだ。なんか意外だったな。マーカスもなんかこのまま逃げ切って。だって、カールがいる場所って普通にあれじゃないの？ねえ、デトロイトに近いっていうか、アンドロイド規制をさ、ゴリゴリにやってるアメリカでしょ？多分マーカスがいるとこって。一応キッチン行ってみる？あ、なんかある。あ、構成してるか。
親父がもし迷惑じゃなければ明日会いに行くよ。さ、息子であることを誇りに思ってる。でもあれなんだよね、あのさ、さっきさ、本当にこのまま続けますかって出てきたじゃん。これ、あ、開かない。これあれなのかな、なんか嫌な終わり方すんのかな。俺絶対俺この、俺めちゃくちゃ無難な選び方したんだけど、誰も犠牲にならないじゃないけど。これ悲しい終わり方すんのかな。これまた選ばせれるの選択肢。ない息子を誰だ、どうやって入った。カールに会わせてくれ。カール様には会えない、帰ってくれ。あ、特殊技使う、特殊技頼む、どうしても会いたいんだ。すごい、マーカス最強。弱っているんだ、会っても話ができるかすら。変異させる強すぎない？ああ弱ってる。カール、マーカス、来てくれたのか。カール。どんなに会いたくて、どんなに会いたかったか。どうしたマーカス。厳しい現実。どうすればいいかわからないんです。このままだと何をしても、もう流血を避けることはできない。そうなんですよ、カールじいさん。世界は恐怖に支配されている。他者への恐怖、未来への恐怖、私のように老いてしまった。もう長くは持たんだろう。助言。どうしたらいいんです。仲間が殺されているんです。甘えよ甘えよ、カールじいさんの前で甘えようよ。暴力など望んでいない。でもそれじゃ他に一体どうしろと。甘えよ。生きるとは選択することだ。そうなんだよ。愛すのか憎むのか、手を差し出すのか、その拳を握りしめるのか、簡単に答えが出せることではないんだよ。ありのままの世界を受け入れられないなら、自分で戦って変えるしかない。カールじいさん、お前は私の息子だ。血の色が違ったとしても、お前は私の意志を受け継いでいる。たとえ世界が闇に包まれたとしても、闇から救い出す者たちが現れる。お前もその一人だ。闇に立ち向かえ。だが決して飲み込まれてはならん。カールじいさん、でこれもう完全に今あれだと思った。息子が来てなんかすごい選択をせれなんかね迫られると思ったけど、何ここ、何ここ、どこ、あ、逃げてきた者たちとマーカスか。あ、爆弾だ。そっか、もらったもんな。うわ、しかもあれ、爆弾もらったのがノースってやめてくれよ。爆弾もらった相手がノースって、今いないんだよ。ん？ああ、やっぱり、この感じ。やっぱそうだと思う。カーラーに謝罪する。コナーの運命を決める。なんかすげえ。
あ、カーラじゃない。カーラじゃないけどいるわ、仲間が。状況はどうなってる？収容所に連れて行って皆殺しにする気だ。数時間もすれば俺たちだけになる。ああ、残されたアンドロイドが収容所。デトロイトだけでもう5カ所収容所を設置してる。国中に収容所を建ててる。俺たちを全員殺すつもりだ。絶滅させる気なんだよ。まあどうせ触れるか、一応。マーガスは俺の全てだった。いや俺も救えたよマーガス、ごめんって。死ぬ覚悟だったんだろう。マーカス俺救えたよ。勇気さえなかった。なかった、なかった俺には。マーカス、ごめんって。みんなお前が支えなんだ。みんなを導けるのはお前だけ。ちょっと。お前がどこに行こうと。ついていくよ。友達だなお前。めちゃくちゃいい友達じゃんお前。ベストフレンドじゃんお前マジで。そんなことある？マーカスが弱ってる時にその言葉かけられるのってもう親友じゃん。親友じゃんもう。ちょ、カーラから来た。あ、カーラだ。いやマジごめん。ノース救えたのかな。俺たちといれば安全だと思ってた。間違ってたよ。町を出るんだ。まだ間に合う。アリスをここから連れ出せればそれでいい。うわーやばい。今ならまだ国境を越えられるかも。マーカス。やばい、ルーサーがいないことがすごい嫌だ。みんなを救って。あのルーサーの笑顔が忘れられねえよ。ルーサー。コナーの運命を決めるって何？あ、コナーいるね。あそこコナーだ。残された仲間たち3歳間からな。あ、あと1人どこ行った？あいつ。こいつあと1人いたよね。いや、ノース、誰だっけ？顔が思い出せねえ。ノースと、こいつと。ノースは俺の全てだった。そこから入るのかよ。やめてくれや。俺を救ってくれたんだ。いやごめんってマーカス、救えたって。どうしようもなかったんだよ。あいつの死が無駄にならないよう前に進むんだ。お前は俺を救った。救った。お前のおかげで自由になれるかもしれない。意見が合わない時もあったけれど、目標はきっと同じだろう。やめてよちょっと。俺はお前についていくつもりだ。やん、ジョッシュ。あれ、あと一人いなかったっけ？いなかったっけ？ノースとジョッシュとサイモンとマーカスだけだったっけ？あれ、そんな数なかったっけ？仲間の様子を確認した。あー、コーナー行っていいですか？じゃあ、でも時間があれだわ。コーナーの運命を決める前で終わっていいかな。ごめん。あれ、セーブしたっけ？今セーブ入ってないかもな。じゃあ話すか。セーブ入ってないかもしんない、今。話すわ、じゃあ。僕のせいで、人間にジェリコの場所がバレた。いや、それは悪くない。俺が君を丸め込んだのが悪かった。正直。利用されてると気づかずに。俺が君を丸め込んだ結果がこれだから。すまなかった、マーカス。僕を信用できなくても無理はない。何殺すって。君はもう仲間だ。殺すわけないだろう。ここが君の帰るべき場所だよ。サイバーライフの倉庫に何千ものアンドロイドがいる。
目覚めさせて仲間にできれば戦況を変えられるだろう。コナー、まさかサイバーライフタワーに行くつもりか。コナー、自殺行為だ。ついに散々されてる。入れてくれるさ。コナー、侵入できるのは僕だけなんだよ。行けば間違いなく殺されるぞ。そうだよね、アンドロイド敵対されてるもんね今。でも統計的に予想外の出来事が起こる可能性は残されてる。気をつけろよ。死んでもいいさっていうそのコナーの覚悟よね。仲間に自分の決断を伝える。あのセーブしてないな、全然全然セーブしてないな。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。うん。決断の時が来た。我々種族の未来を決める決断。ええー、いやちょっと、いやー、ちょっと待ってくれよ。マジかよ。セーブしてないよね。まあセーブしてなくても、じゃあちょっといいわもう一回ここまでやるわ。そのやってからここまで持ってきて、次回か、次回動画始めるわ。じゃあとりあえず今回終わるわ。もうここを選んじゃったらもう進んじゃうから、この決断はちょっと次回に取っておきたいわ。じゃあ、とりあえず終わるわ。あざした。